広島萌えゆ1勝10敗週刊ベースボール広島萌えゆ特集から1勝10敗先走った特番はあかんのよ。やっぱり中部の呪いは強いな。なぜ V やねんの教訓を生かせないのか。あの日のトラウマ発動をやろうな。中部に目をつけられんようにするんよ。はっきり言うてエラーと四球と四球で負けとかあれやな。広島優勝できなかったら広島萌えゆ流行語になってもええやろ。黒はラオカイまたぎしてランナー2人出したのに続投って苦しいよな。投手の力のみでシーズン戦ってきたらそらこうなるよ。新井本人もフラグ立ててたからな。来年も見る気せんは野村田中康介松山やめてくれ。自力ないから試合数残してるのが敵やな。しかもクソ暑いのに何試合も野外でいいゲームあるし、すでに選手バテバテワンチャン追いあるで。松田のヤクルト戦だけは確実に勝てるよね。中部を買い取って毎週ソフバン特集してもソフバンは優勝しそう。新井さん新井さんって叩いたらダメな人みたいに囲われてるのもきついよな。笹岡なんて必要以上に叩かれてたのに。塔壊して失速してるからまさに萌えゆなのがくさ。9月に失速ってちょっと前の阪神スピリッツだな。ご視聴ありがとうございました。